今日はですね、今までね来た中で最高のね苔神社を紹介したいと思います。これはですね、小粒苔じゃなくって鶴ちょうちん苔ですね。鶴ちょうちん苔、この淡いグリーンがねとっても綺麗な苔ですよね。これね、はい、こうやってね足元にね境内へね、行くところの足元にねこう結構ね、生えてますね。はい、日陰ですのでね結構緑が濃いですね。日当たりがいいとこの苔はね割と黄色くなることが多いというね苔ですよね。はい、ここなんかこれは広葉樹ですね。これねちょっと木の名前わからないんですけどね、この木のね根元ですよね。根元にここにも鳳凰苔がありました。木に活着するのは割と珍しいと思いますね、鳳凰苔がね。はい、これはサルスベリかな。今ねちょっと小雨がパラついてるんですけどね、特にこの雨がねちょっと降っている時はね、神社って独特な匂いがしますよね。なんか土臭いというかね、苔、もしかしたら苔の匂いかななんて思ったりしますけどね。アラハさんですよね、アラハ白髪苔ね。もう杉の木の根元の定番の苔ですね。細葉沖縄苔もありますけどね、どちらかというとこのアラハさんの方が多いかなと思います。はい、見てください、わかりますか。先ほどのね忍苔よりここ日当たりがいいんでね、こう色がねちょっと茶色っぽいというかね黄色っぽいのがわかりますかね。鳳凰苔ですね。はい、鳳凰苔がありました。岩の本当に根元ですねこれね。はい、変わった苔を見つけました。指がこの大きさですよ。あ、こちら側はこれは鶴ちょうちん苔ですよね。こちらね、そしてこっちがね今一瞬鶴ちょうちん苔かなと思ったら違う苔ですね。なんか高野の万年草を小さくしたようなね感じの苔ですねこれね。不思議な苔ですね。これ初めて出会うかな。地面に鳳凰苔ですよね。やっぱりこの神社ってすごい不思議なことがいっぱいありますね。私の最高の苔神社ですねこれ。やっぱりね、地面にねこう鳳凰苔がね生えるなんてねなかなかないと思うんですけどね。まあ絶対ないとは言えないんですけどね、これは珍しいです。こんな光景はねなかなか見られません。今度本殿の方へねちょっと行ってみたいと思います。はい、見てください、本殿のね上がるところの脇の杉の木ですけどね、これは何でしょうか。あ、ありました。これはねこの Y の字の形ですよ。これこの特徴あるね苔、これムチ苔と言いますね。この Y の字がね特徴なんですけどね、なんでムチゴケっていうかっていうとね、葉っぱの先からね白いね糸みたいなのを出すんですよね。それがムチということでねムチゴケというそうですね。はい、ここら辺なんか色がまだらになってますね。濃いものとね白いものが混ざり合って、このアラハさんも結構ね濃いものもあったりね、割と色がね白っぽいものもあってね、いろんな色に変化しますよね。はい、杉の木の根元ですけど見つけましたよ。はい、これはですね風林苔ですね。これ割と高い山にしかないね苔なんですけどね、まあこの辺もこう涼しい場所にありますからね、標高的にはね1000メートルはないと思うんですけどね。本殿来ました。でまたお祈りしておきましょう。本殿の方はね、広葉樹があったりしてね、それもね、いろんな苔に出会える条件かなと思います。はい、岩の、ところですがね、ちょっと暗い岩に定番のこれ苔しのぶですよ。苔しのぶ、しのぶ苔ってありますけどね、これはね苔しのぶっていうんですよね。これはの苔しのぶっていうのはシダの仲間ですよね。苔ではないそうですね。シダの仲間。こういうね、岩にね、
岩盤にこうつくことが多いですね。上になんかお祀ってありますね。山の神様かな。はい、山の神様、今日も苔ウォッチングに来ました。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらの石垣はですね、これはね、太龍尾ですね。太龍尾苔。はい、あ、やっぱり山の神様ですね。山神って書いてありますね。はい、山神様のね、石にも結構苔がね活着してますね。はい、拝殿の裏ですけどね、この石垣びっしりね苔がね活着してますね。あ、この辺は忍苔ですね。鳳凰苔ですね。あれ、この隣、さっきの苔かな、これね。さっきのちょっと見たことない苔の小さいタイプのような気がしますけどね。私の指これですからね、指よりもかなり小さいですけどね。鳳凰苔の隣にねありましたね。あ、見てください、うちわ苔を見つけました。このうちわ苔もね、苔と言いますがね、これね、あのシダの仲間だそうですね。うちわ苔、まあうちわの形に似ているかなといえばね、似ていると思いますけどね。うちわ苔ですね。うん、ぐらいの、指よりは小さいですよね、葉っぱがね。こんな大きさですね。はい、なんかこれ綺麗なね、芸術的なクモの巣ですね、多分ね。芸術的な模様してますね。これ下から今見てますけどね、これ鳳凰苔ですね。下からね、はい、見た感じですよ。下から見るとね、またちょっとね違った風に見えますよね。はい、鳳凰苔が岩の上ですね。一番上段の部分ね、こう活着してますね。なんか可愛らしい花を見つけました。これは何の花でしょうかね、ちょっと分かりませんけど、ね、今日このね、これね、見たことない苔のね大群生ですよ、これね。これなんでしょうかね、本当にこの苔、これの万年草に似てるんですけどね、ちょっと小さすぎますね。蘇生してますね。はい、これカモジ苔ですね。このね、真ん中のね、こう葉っぱがシュッシュッとこうね、同じ方向に向いてるね。そしてこれが先ほどのね、ちょっとわからない種類の苔。そしてこれがし、あ、これもカモジ苔ですね。あ、ここはタチゴケですね。タチゴケ。そしてこちらの方はね、これもカモジ苔ですね。はい、また不思議な光景を発見しました。これも地面から風鈴苔が、これは初めて私も見ますね。地面からね、普段はね、木や石からね活着する苔がね、ここの神社本当にね、地面からね活着しているっていうか、生えているって、本当にこれはね、何ですかね、神通力ですか。やっぱりね、これ見てください、柵が出てますからね、これやっぱ苔ですよね、草ではなくて苔ということが判明しましたね。これね、降ってきましたね。はい、それではこの辺でね、あの最高のね苔寺のウォッチングはね、今日はこれでね終了したいと思います。